Hello，大家好，我是伟哥。我们今天继续玩《火影忍者究极风暴四》的游戏视频了。今天玩这个十尾祭品之力啊。我们昨天是打的那个时空间的战斗，对吧？这应该是一个还是一个小关啊，因为它这个标记还是比较小。我们直接开始吧。这是带人哈，带土还带人。现在有球了啊，9个啊，变得好溜的样子啊。こうなってば俺はもう待ったはなしだ、柱が。这两个要对上。もしこのままでは、木遁。木部位真の術。やるぞ、サスケ。あれってば、木陰のおっちゃんたちか。三人でやる気か。ああ、まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今、俺たちに重要なことは。相手をしっかり分析することだ。やるぞ、扉は。サルトビ。おお。三打一是吧？そう。優美の陣中力。果たして。刹那のまま気を抜くな。良いな。気を抜かずともどうにもならそれほどの力は哇打得很猛啊这什么鬼哇こんなに興味を振り込んだわしのせいでもある許せ褒美とよなら気を今さら何だサビなら不要だ元から失敗していたのだ。他的名卡特拉了，对吧？怎么还这么厉害？それに気づかせてくれた。ただそれだ。失敗のない世界。その幸せをお前たちはなぜ否定する？それが幸せだ。わかんや。なるな。表情を気まぐふだ。幸せとはその先にある気持ちではその失敗を取り取る進む戦術頂上化物十尾の陣中力想像以上の相手ぞ特に帅气啊零奥义点兵，最后一击啊！第一代火影，刚才是第二代啊。なるほど。この体、十尾が入っている分、すり抜けはできないか。だが、何の問題もない。あれだけの攻撃を受けて、平然と。完全。お前たち死人に。未来を語る権利はない。お前たちはただ、まずい過去に眠っていればいい。おお、一個球又把人搞定了。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉。それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ。やられたのは全員分身だ。え、あ、そうか。そうだったしかしあの男厄介な相手だぞ俺は今忍びの祖と同じ力を手にしたのだ今までのお前らの常識では測れんぞオビトお前がなりたかったのはホカゲのはずだどうしてこんなことを今さら説教か遅すぎやしないか先生あんたはいつも肝心な時には
遅すぎるんだ。俺の死がほかげでよかったよ。おかげでほかげを諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら、すごい俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前が、おかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから、木の葉の誰より、任界中の誰より、大人なんかより、父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。一起上だ。行こう。いや、对打啊。ここは俺が。ああ、気になると、お前はなぜ現実を見ない。ないだろ。誰がそんなこと決めた。俺たちは負けねえ。消えろ。こっちだよ。なぜだろう。まるで不思議な人に時間に打ったわ。好用的哈，不分这个的水门还是什么，不分臭还是吧？那是念什么？又被打败了，三次被打败。いくら回復しようが、ダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせれば、どんなに強いやつだって。絶対にぶっ倒せる。怎么完了？这也太快了吧！就打了两场。哎呀，我今天就演示到这里吧。明天玩，明天继续啊。嗯，现在有一个大关，还有一个支线任务啊。支线任务是这个啊，仙人们的战斗啊。这个是什么？填补空洞内心的之物啊。明天先玩这个仙人战斗啊。好了，那今天就到这里了，谢谢大家欣赏，欢迎大家关注我的视频，点订阅，点个赞。